疲れ様でした。お疲れ様でした。なかなか点の取れない苦しい試合でしたね。そうですね、ちょっといろいろ反則も多かったですし、はい、でなかなかスコアレンジ入ってもフィールドがブロックされたりとかってもありましたので、ちょっとスコアリングポジション入ってからの精度がもう一つだったかなというふうに正直思います、オフェンスのところは。最初フィールドゴール取られたとオンサイドキックで来られたのが、はい、ちょっとリズム崩れた部分あるじゃないですか、はい、あそこはですね、ああいうトリッキーなキックだとかっていうのは、うん、想定してずっとIBM さんのゲームぐらいからずっとやってたんですけど、ちょっとボール弾いてしまって、はい、一応選手は意識はあったと思うんですが、そこできっと抑えきれなかったのも、そのあとずるずるいったようかなと。クォーターバックの高木選手、第4クォーターに2本のインターセプト受けました、はい、これも珍しいんじゃないですか。そうですね、多分気持ち的に、焦ってたのかもしれないですね、うん、確かにオープンになってたんですけど、しっかり踏み込んでスローできてなくて、短くてインターセプトされたりとかしてましたし、リードはきちんとできたと思うんですけど、うん、投げ急いだといいますか、ちょっと狙いに行ってしまった部分もあるのかなと。ただインターセプトを喫した後、はい、2本連続のクォーターバックサックがあったりと、はい、今日ディフェンスがそういう意味ではバックアップしてくれたんじゃないですかね。そうですね、はい、そうですね、最初の方は結構こうパスをうまく通され崩してから、パス通されたのもありましたけど、後半こう尻上がり結構調子上げてくれて、ロスサックも結構決めてくれたと。特に2回連続のクォーターバックサックは、はい、エルコムの時間をどんどん費やすのに効果ありましたよね。そうですね、この辺は非常にいいプレーをしてくれた。いよいよ次パナソニックになります、はい、また大変な試合が続きますけど。そうですね、ここからパナソニックさん、それから大口さんとゲームが続いていきますけど、これは初めから分かっているところですけど、はい、今日非常によくできたこともありますけど、できなかったこともやっぱ多くあるので、はい、そこをしっかり修正して、そこというところを疲れないように万全な体制の準備をしてですね、次に進みたいなというふうに思います。このゲームによって、はい、富士通さん、それからオービックさん、パナソニックさん上位3位に入ることが決まったんですけれども、はい、これでいよいよまだあと2試合プレーオフでもいい順位になるように重要な試合だと思いますけれども、はい、そうですね、内容は、後からしっかりレビューして内容ももちろん大事なんですけど、どういう形でも勝つことが一番重要かなと思いますので、そこにしっかりフォーカスしてやっていきたいと思います。ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。